サーフボードビルダー、スノーボードデザイナーのタッピーです。デウスパウダーツールス、ザ・スタビー149。アウトラインのイメージは昔のあのケリエアって、あのクレッケリーってレジェンドがいたんですけど、その板をめっちゃ太くしたような、それをイメージしてデザインしています。太いんでフレックスにすごい注意して、あんまり硬くなりすぎないように外に向けてモーションをコントロールしてみたりとか、いろいろ工夫して作りました。モーズはまあそれなりの硬さ、テールも自然なフレックス、これもフラットです。フラットにしたことによってね、自由がすごい効くし、キャンバーにするとね、変なカチッて噛んじゃったりするんで、フラットが一番扱いやすくて一番サーフィンっぽいかなっていうので、フラットにして、テールも少し抜けがいいようにムーンテールになってますね。限界スピードはそんなに速くないんだけど、もう浮力はもうバッチリあるんで、どこでもいけちゃう感じですね。ゲレンデでも普通に使えるし、カービングね、グルーミングのカービングというよりはやっぱパウダー、ゲレンデパウダー、スキー場のパウダーとかで楽しめる、初級者から上級者まで楽しめる板だと思う。メインボードじゃないかもしれないけど、絶対あの車に1本積んでれば安心なボードだと思ってます。